どうもこんにちは、今回はですね、前回に続いてですね、船釣り、船釣りのですね道具を、今回はね村中くんと、弟の陽介に用意してもらいました。なので、ちょっとね初めて見るものが多いんですが、ちょっとね見せていただこうと思います。じゃあよろしくお願いします。さあ、さっき話をしている中で、釣り人は道具とは言わんという話があって、初心者には馴染みがない言葉になると思うけど、タックル、船釣りだったらオフショア、オフショア、あのおかっぱりをショアって言って、おか、つまり堤防で釣るのはショア、ショアになりますね。砂浜もショア、ショア、陸に立ってる時点でショア、ショア、海の上に行く船で行ったりするとオフショアになる、オフショアになる。オフショアってのは基本的に船って思ったら、船、船以外ないよね多分。そうですね。なるほど。最近またね新たな言葉が出てきて、港から10分とか5分とか10分ぐらいの水深10メートルから、まあ30メートルぐらいまでの船釣りをインショアっていう。インショア。なんかややこしくなった。なんかややこしいね。でもそれは一通りオフショア。オフショア。船釣りはオフショア。とにかく船に乗ったらオフショアで、オフショアって多分言葉もね、多分初心者の人はなかなか、まあ、分かりづらいけど、とりあえずそういう言葉があると。陸から釣るのが難しい魚が船で行ったら簡単に釣れたりとか、タイとか、タイとかもそうやし、その陸からじゃなかなか難しいよねっていうのが本当に手軽に釣れる。なるほど。船で行けばよくね、船釣りとかって聞くけど、船っていうのは要は遊漁船みたいなので行くって感じ。そうだね。遊漁船ってだいたい1人1万ぐらいの感じなんかね、金額の幅で言えば、まあ、1万から、まあ、7000、8000から1万5、6000からみたいな。なるほど。対象魚とか行くところによってまた変わってくるよね。ただその陸で釣れん、絶対釣れんようなものが行けると。大物釣ったら元は取れるですかね。ああ1匹2匹釣ればね。こういう道具のことを基本的にはタックルっていうよね。道具をタックルって呼んでたりするんで。はは。つまりそれはエギだったりとかそういうものも全部含めてタックル。そうですね。エギのひっくるめた道具とかエギングタックルって言って。ああなるほど。その要は仕掛けのこともタックルって呼ぶってことよね。あ、そうそう。その辺もね、よくタックルタックルって言うけど、タックルってどこがタックルでどこまでがタックルじゃないんかっていうのもよくわからんところがあって。一般的に言うのはタックルっていうのは竿。あ、竿のこと。のことなんだけど、まあ結構ややこしいよね。人によってその違うよね。でもまあそのタックルだけあったらいけるやろうっていう言い方もするし。なるほどなるほど。なかなか難しいよねそれ。あとなんかこういうのは。道具入れとかじゃなくてタックルボックスって呼んだりとか。なるほど。これはね、バッカンって言うんです。まだ違う言葉が出てきたね。バッカン。いっぱい出てくる。これは結構堤防とかでも持っていく人が多いんだけど、うん、俺はもう完璧その船でやってる。これはクーラーボックスではないんじゃないよね、これは。で、これ竿とかさせるんよね、ここに。ああ、はいはい。4本させるんだけど。なるほど。これ、こうやってピタッて開いたらいろいろあるんだけど、まあ、うん、普通のまあエギがあります、うん、こういうなんか仕掛けとか、うん、なんかこういう自分が投げ釣りとかあったじゃん、うん、あんなのこうまとめとるだけ、うん、なるほど。要はあの陸に戻れんけなるべく多めに持っていくみたいなイメージ。そう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 。でこういうなんていうの 40g のやっぱりこれも例のことメタル丸とか入ってたりとかするし、うん、こういうジグとか、あ、船じゃん、うん、でこういうのも入っとったりするんよね。これはあの前回の動画でやったようなその、対象魚とかを限定するんじゃなくて何でも対応できるような状態にしてあるって考えたらいいかな。そう、イカメタル行くんだけど。これはイカメタル。あ、違う、イカメタルはまた違うんだけど、うん、あのこういうのも一応持っていくよっていう、忍ばせとくよみたいな。なるほど。これはちなみにライズショットブレードって言ってシマノから出てるんだけど、うん、巻くだけで釣れる。おお。これはちなみに対象魚というか何でも。あ、何でもいける。何でも釣れる。いろんなカラーがあるんだけど、うんうんうん、このくる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 後ろのあれがやっぱり回って、それにバコンって。なるほど。次メタル丸みたいな感じか、うん、ああいう後ろが回るやつなんて言うんだろう。ブレード、うん、ああなるほど。そういう類のものってことね。ブレード、うん、で、なるほど。イカメタルと、これあのティップランっていう船でアオリイカを釣る。ほうほう。水深20メートルぐらい、2、30メートルぐらいを、うん、こういうのを追加して40グラム、50グラム落として釣る、うん、釣りも結構勢いあるよね。なるほど。水深が深いところに沈めるっていうことはそんだけでかいのがおる。
とも限らんのよね。春だったら、うん、その浅いところにおるんか深いところにおるんか分からんじゃん、うんうん、その両方持っていく一応対応できるよ、ね、対応できるように、うん、いろんなそのこういうのがあったりとか、なるほど、いろいろねこうやって重りとかいろいろねあったりするよね。こうやって 10g だったり、うん、20g だったり、うん、その時に合わせて状況に合わせて変えていく、うん、なるほど。であとこれイカが釣れた時にほら自慢する、これ俺唯一持ってるダイワのものなんだけど、うん、このスケールデジタルスケールこうやって測って、ああ重さが分かるやつか、重さが分かるやつ、なるほど、とか自慢するためので、これはこれ本当におすすめ、何これね、イカを入れる袋なんだけど、おこれはマジでおすすめ。これこれはイカ魚用アルミパック、これはどういうふうにおすすめができる、ね、何回も何回も使えて、おあとでかい、まあ、L っていうのもあるんだけど、うん、本当にいっぱい入る、なるほど、ね、あそれは何回も使えるんだ、何回も使える、洗えば、なるほど、そのまま冷凍もできる、これは持ち帰り用って感じなのか、うん、持ち帰り用、なるほど。あでもこれあれをね、クーラーボックスの中に入れた中にこれを入れるってことだよね、そう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 、ね、あのこれだけじゃってことだよね、きっと、あの基本的にね、めんどくさがり屋だけ、うん、洗うのがめんどくさいけ、あーなるほど、クーラーをね、あ、そっかそっか、それで汚れんように、汚れんように、それが一式だけ、そのイカの、うん、イカをその船でするときはこれを持っていきます。なるほど、バッカン、バッカン、ちなみにこのバッカンにしとる理由は何かある、そのバッグとかじゃなく、あの入りきらんバッグじゃん、あー容量的な問題ってこと、そうで、後々、いや後々っていうか今から紹介するやつはちょっとごつすぎる、うん、あーなるほど、で手軽に持っていけて竿もさせるし、竿もさせるし、これはこれかなっていう、あーなるほどね、コロコロがついたりするわけではないよね、全く何もついてない、あーなるほどなるほど、 でもこの大体ね、これ手で持つか、うん、この肩にかけるか、あーどっちか、一応これ防水かなんかなんかね、あ、弾く、全然弾く、あ、弾く、うん、やっぱそういう作りなんだね、そうそう、で、あのこれね、あの持って行ったりもできるわけよ、こうやって、うんうん、こうやってね、うん、持って行ったりもできるけど、で、この時にね、買った時に外れんでから、これえ、なんで外れんの、こうやって外れんじゃん、ほら外れんのよ、これ、うん、なんでなんでって言ったら、こうやって外れんよ、それはロックがかかるようになった、そうそうそう、ロックがかかるようになったよね、ちゃんと、あ、なるほどね、ちゃんとした作りになったんだね、そうそう、そういうのもあるよっていう、なるほど、これバッカンね、これがバッカンで、これがね、船で、うん、今ハマっとる釣りがあって、うん、スロージギングっていう釣りがあって、うんうん、釣りバカ日誌で船乗ってただ巻いたりしよるやつみたいな、釣りバカ日誌見たことない釣りバカあるんですけどちょっとなんて言っていいかわからんのんだけどね、え、それはルアーなの、ルアールアー、あ、ルアーはルアーなんだ、ジグっていう大きい 200g とかあるようなルアーをゆっくりしゃくるっていうか、ゆっくり操作して、なるほど、釣るような、へえ、その時のこれが道具箱なんだけど、うん、あのみんなほらシマノンとかダイワとか、うんうんうん、で見てやんもらえなか、俺クラスになったらサンフレッチェだけでね苦笑いしよったけど、そうだね、サンフレッチェ広島と、ジョースタイルってのは湯川さん、これ湯川さん、あ、湯川さんのステッカーと、なんか持ってきた、なんかもう貼ってますとで、これこういう風になっとって、おこれ道具はちょっと細かいんだけど、うん、これやっぱりスナップとかじゃないよね、あ、なんか違うね、丸い輪っかのだけじゃね、そうで、これなんかちょっとまた仕掛けがややこしいけど、まあこれは置いといて、うんうん、もうこういう仕掛けが、うん、入っとって、で、これほら、魚掴む、魚の口掴んで、なるほど、あの持ち上げたりするやつ、そうそうそう、で掴んで、これでそのほら、針をこうやって外してみたいな、こういうフライヤーみたいな、なるほどね、で、これもいるんだけど、こういうね、先がとんがってるよ、うん、これほら、こういう感じで仕掛けがついてるんだけどね、うん、これをね、外せんじゃん、爪突っ込んでから、うん、この時にガチャってやったら広がるよね、こうやって、あーなるほど、これでくる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 回していく、あ、そういうやつなんだ、そうそう、これが結構いるわけよ、で、メインとなってくるのが、うん、こういうジグなんよね、あーでかいね、これまた、これ 200g のジグなんだけど、うん、こういうジグを落として海の海底まで落とすと、水深 100m ぐらいまで落として、こうやってふわーって上げて、こうやってひら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 ってふわーって上げて、こうやってなったりとか、おで、その時にバクって食ってきたりするよね、なるほど、
これが 210g。 210g、こんなんで釣れるもんなんじゃん。で、いろいろね、そのなんていうの、こ今長いじゃん、うん、長いんだけど、こういうちっちゃいもんとか、あ、これなんか魚タイプみたいなね、これでも 200g。 へえ。だけどその中間のこれぐらいのジグがあったりとか、これがメインで使う俺ジグなんだけど、なるほどね。で、なんかいろんな種類混ぜながら釣ったりするんよね。あとこういう仕掛けとかいろいろ入っとって、こういうインチクっていうんだけど、こういうのとか、これはイカの偽物みたいなやつとか、そんな感じなんかな、イカの偽物。あ、うん、これも 200g。 基本 200g なんじゃん、俺らが行くところは 200g。 それは水深で行ったら、やっぱ深い系本だけないと早く沈まんしみたいな。そうそう、水深で行ったら 100m とかのところやるよね。こういうのよね。あ、こういうジグで釣る。なんかね、俺みたいなこう素人からすると、うん、あまりに偽物じゃん。偽物、まあ明らかにこんな魚おらんじゃん。おらんけど、それでも食うんじゃん。食うんよね。でも食うですね。あ、不思議なもんで食うんじゃね。で、こういう釣りって普通ルアーって針がセットで売っとるじゃん。うん、うん、このまま売っとるんよ。確かに針ついてないね。針がついてないんよ。で、針はどうするんかってなったら、うん、俺は作るよ、自分で。ん、針を作る。で、この針だけ売っとるんよね。あー、で、なるほど。自分で糸結んでこうやって作ってる。あ、え、糸すらついてないってこと、これ。ついてない。あ、そうなんだ。で、針と糸と全部買って自分で、あー、で、こうやって作っていく。で、さっきのこれは全部自分で作ってる、これ。なるほど。これってあの、ここに針をそのつけただけじゃダメなんじゃん。魚って、あ、確かにこいつ食べられる魚じゃと思ってバンって食ってくるやつもおると思うんだけど、うん、じゃれてくるやつもおるよね。ああ、はいはい。で、そういうのでやっぱり長くないと引っ掛けられん。ああ、なるほど。っていう理論で俺らは針を長くしとる。なるほどね。で、ここだけで売っとるやつもあったりするんですけど、うん、その自分好みの長さにできるっていうのも自作のいいところ。あとね、その売っとるのを買うのが一番手っ取り早いと思うんだけど、うん、高いんよ。ああ、単純に。そう、だから自分でこうやって作った方が安い。これ両方ついとるやん、針が。両方ついてる。あ、で、例えばこっちとかに、要はその竿側に行くって感じ。ね、これ不思議なんだけど、うん、こうやって上げて、こうやってひら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 ってするじゃん。で、上げるときに食うやつもおるわけよ。はいはい。で、俺らがスロージギングするとき、だいたいこっちよね。ああ、ケツ側につける。なんでかって言ったら、うん、落ちよるときに食うのはこっち。ああ、そうか、そういうことで。上げて食うときはこっちなんよ。ああ、なるほど。じゃあそっち側が短いんか。で、上げて食うやつっていうのは、うん、青モンとかが多い。そのブリーとかヒラマサとかが比較的多くて、うん、根魚っていうのはこういう落ちてくるものにガツンって食ってくる。なるほどね。だいたいこっちに来る。あとはもうこういうジグ関係とかルアーとかがあったりとか、うん、こういうなんかほらナブラが湧いたら投げれるようなルアー、これも光るんだけどね。ああ、なるほどね。あ、ほんまや。これちなみにあの、ここで今セットにしとるいろんな仕掛けがあるじゃん、うん、の対象魚っていうと、まあ、だいたい何センチぐらい。何センチぐらいかな。1メーターぐらいのブリとか、ああいうのも別に釣れるし。ああ、なるほど。で、実際原理その仲間内はクエとかあげとったりする。あ、そうなんだ。1メーターとかクエとかマハタとかも釣れますね。多分マハタとか、多分画像出ると思うけど、うん、マハタ、アコウ、ウッカリカサゴ。ウッカリカサゴ、うん、で、あとカサゴ、うん、チカメキンとき、うん、いろんな魚が釣れるんだよね。なるほど。画像出ます。うっかりカサゴって何よ。カサゴの大きいような、食べたら美味しいのが。あ、それは美味しいんじゃん。ちゃんとうっかりカサゴっていう名前。あ、そうなの。名前、あの、学名とかもそんな感じなんだ。うっかりカサゴ、この辺だけで流通しとる呼び名じゃなくて、でうっかりカサゴっていうのがおるんだ。それがうまいんだ。あと青畑、畑が結構釣れるよね。ああ、青畑、あ、うん、も釣れるし。なるほど。そういうのがこういうので釣れてしまうと。そう。ん、これ入れ物なんて言うんだっけ。タックルボックス。こっちはタックルボックスなんだ。タックルボックス。そのさっきのはこのなんていうんだろう、触ったら分かるんだけど、うん、結構割となんていうの、ソフトっていう。あのソフトクーラーバッグみたいな。うん、でもこっちはもう頑丈。触ったら分かるんだけど、硬いプラスチックみたいな。そう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 。で、竿が刺せて。これは素材で呼び名が違うみたいな。素材でっていうか形なんかな。形なんですね。
形なんだと思うんだけどね。形でだけその見方が変わったりとかするんだけ ど、あくまで多分形だと思うんだけどね。ちなみにこっちも持ってる理由としては、あのね、俺毎回その道具を入れ替えたりするのが大嫌いで。ああ、なるほど。じゃあスロー行こうって言ったら、はいはいって言ってこれ持っていける。別にスローでこれは、これでもいいと思う、別に。ああ、下の方が頑丈じゃけ、なんか場所によってはみたいなことではない。あのね、その、こっちは比較的水深が浅いかな。ああ。で、こっちはもう水深が深い。なるほど。で、何が痛いかって言ったら、ザバーンとか、バーンってやった時に、スル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 って滑っていったりするんよね。なるほど。で、頑丈じゃないといけんと思う、こっちの方が。なるほどね。つまりその水深 100m とかでやるけ、そんだけ海が荒い。荒いところ行くよね、結構。ああ、じゃあ波も結構高いような。結構、なんていうの、普通の人だったら立っとくのも精一杯ぐらいかもしれない。ああ、そうなの、そんなとこ行くんだよ。なるほど、そのためにはやっぱ頑丈でないとってことだよね。頑丈じゃないと。あと船の上で、もうこの上座ったりもできるんで。ああ、そっかそっか。これのね、デメリットは座れん、ここに。こっちはね、全然座れる。そうね、見た目的にクーラーボックスみたいな感じだもんね。これが、を持っていく。で、一応道具でこれを堤防で持っていく人もおるよ。おー。でも、200g が何個ジグ入ってるのか分からんけど、すっげえ重たい、これ。でもこれは持っていかんけど、でもこれで投げ釣りもできるし、こっちでもできるし、あとはもう好みのね。そうか、座るところがあるかないかもね、関係すると。全然こうやって普通に座れるよ。全然普通に座れる。問題ないね。で、結構立っとけれんけ、結構こうやって座ってから仕掛け変えたいとか、あ、なんかルアーを変えたいなっていう時に立ってこんなのできんのよ。ああ、もうそのぐらいの揺れがあると。揺れがある。あ、でも座れるのがもう絶対条件。ああ、なるほどね。危ないじゃないと。ああ、そっかそっか。っていうの感じです。なるほど。じゃあ今度はこっちですか。こっち、あの、ふなずりで持っていくのは